いただきました道枝でございます。本日はこの沖縄県の祖国復帰41周年記念の学習会にお招きで大変に光栄に思います。でまた本日はご大臣としてご臨席の中村俊子先生はじめこういった方々の本当に献身的な個人力のおかげでですね、昭和47年の5月沖縄県の祖国復帰が実現したわけであります。それからその間この今年までの41年間多くの方々の血の出るようなご努力のおかげで、現在を迎えているということでありますが、その間のこの関係者の皆様のご尽力に対して心から敬意を表しますとともに、国民の一人として大変ありがたく感謝を申し上げます。またそういった方々の意思を強く正しく継承されまして、それをその活動を続けておられます沖縄対策本部そよ風事務局の中村悟さんをはじめ、皆様方の本当のあのご努力に心から敬意を表しましてありがたいと思っております。沖縄県昭和47年の5月に復帰いたしました。私は、平成8年まで海上自衛隊で勤務しておりました。まあ、その間ちょうど沖縄が 本土に復帰します47年の5月、私は自衛隊の沖縄地方連絡部名護募集事務所長として勤務いたしました。ご記憶に新しいと思いますけども、当時はですね、日本国挙げてって言いますか、自衛隊の沖縄移住大反対大キャンペーンが行われておりました。また現地でもですね、あの有名な二大新聞、地元の新聞ですが、毎日毎日ですね、大反対反対っていう記事を報じておりました。人殺し集団自衛隊は出てけ、そういう真っ赤なプラカードを掲げたデモ隊が毎日事務所に押しかけてまいりました。海上自衛隊はですね、毎年江田島の幹部候補生学校を卒業しました。幹部候補生、これを栄養練習公開に実施します。昭和41年にその時の練習栄養公開、ニュージーランド、オーストラリア、フィジー、ヌーカドレニアというのはそういったところを何隊を回ったんですが、その記録初めて練習艦隊が沖縄の那覇港に入港いたしました。でそれはちょうど私は練習艦隊期間の秋月の儀仗隊指揮官をしております。那覇港の岸壁にはですね、部隊がしつけられまして、そして沖縄民謡、衣装を着た素晴らしい綺麗な方々が沖縄の衣装でですね、沖縄の民謡を踊って大歓迎をしてくれました。それから艦隊側はですね、ブラスバンドを先頭にしまして、乗員全員がですね、パレードを行いました。奇跡の一枚、国際大通りをですね、音楽隊を先頭にしまして行進をいたしました。その時国際通りの両脇には日の丸を振った多くの市民がですね、大歓迎をしてですね、迎えてくれました。それから6年後47年の5月本土復帰と同時に展開した自衛隊がなんでこんなになるのか、私大変不思議で初めは戸惑いました。しかしその間多くの県民の方々、地元の方々の温かいご理解とご支援、そして、その間に自衛隊、沖縄県で勤務しました自衛隊、地道な誠実な勤務のおかげで、この前沖縄って聞いてきましたら、最近は自衛隊に対する感情も大変良くなった。今沖縄県に勤務している自衛隊員の半分ぐらいは沖縄県ご出身の方、奥様を含めると7割ぐらいが沖縄県の関係者というと大変にいいとはいうものの、最近は非常に慌ただしくなりまして、先ほどからご指摘の通り、尖閣だけではなくて沖縄本島も俺のもんだと言い始めた国がありますので、
ここが一つ力を入れてですね、ぜひ正しい姿に持っていきたいと思います。まあ、皆様方のこれにますますの、ご活躍感謝を申し上げるとともに、なんとか苦難を乗り越えなきゃいけないと思います。皆さんのご健闘を祈ります。今日はありがとうございました。